はいどうもこんにちは今回も一様ではない磁場の電磁誘導を扱っていきたいなと思います前回はこういう風な磁力線ができる磁場中での電磁誘導だったんですが今回はこんな形の磁力線ですねこういう形の磁力線ができる磁場中に コイルが落下した時の電磁油道の問題を扱っていきたいなと思います前回の動画をしっかり見てくれた人はもうこの問題すらすら解けるようにきっとなっているとは思うんですけども今回もしっかりと丁寧に説明していきたいなと思いますそれでは一緒に頑張っていきましょうはい、それではやっていきましょういつものように問題プリントは概要欄にリンクを貼っていますので一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください はいそれではね問題やっていきましょう問題の概要からね説明していきたいなと思うんですが、まあ、こういうふうな磁力線ができるような磁場ができているんですが具体的にはね磁場の x 成分 y 成分 z 成分が与えられているんですね x 成分については c を定数としてあげて -cxz 成分については cz そして y 成分はないということなんですねでそういうふうな磁場が与えられている中で一辺が L の 正方形のコイルですよね。それが上から落下していきますよとで、速さ V になった時の誘導起電力であったりとかその時の電流の値を求めていきましょうというところなんですね。はいじゃあ今コイルがねこう上から下プラス Z 方向から反対向きにですねマイナス Z 方向の方に落下している時を見ていきたいんですがまずこれを上から見た時にですね流れる電流を見てあげましょうというところなんですね。はい、じゃあ上から見てあげるとどういうふうな磁場ができてるかっていうと。 磁場があるのは Z 成成分分と X 成分なんですねなので Z 成分で見てあげると Z が正の値のところで見てますからちょっと上向きなんですよねなのでこの人から見てあげると向かってくる向きに磁場ができているなので丸2点向きの Z 成分の磁場がありますよというところなんですねでもちろん X 成分もあるんですね X 成分こっち向きであったりとかこっち向きの磁場ができてるんですけども これははコイルを貫く磁束ででないですかねあくまでもコイルを貫く磁束成分っていうのは Z 方向ですよね。コイルの面に対して垂直なものが貫くになってますからコイルを貫く成分で考えてあげると Z 成分だけになってますよと。なので問題にも与えられてはいるんですけども時速っていうのが Z 成分の磁場×面積で出てくるというところなんですね。 はいじゃあ今落下していくんですよね落下していくってことはどうなるかっていうと Z の値が減っていくんですよね要するに Z 方向の磁場成分っていうのがどん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 弱くなっていきますよとはいじゃあ落下することによって Z が減るってことでどうなるかっていうと Z が減っていくと時速がこの値で与えられるということですから時速がどん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 減っていくんですよね Z の値がちっちゃくなってますから CL の2乗は定数になってますから Z が小さくなると磁束が減少していくと じゃあどっち向きの時速ができてたかというとこっち向きですよねプラス Z 方向の時速がこれで与えられるんだけどもこの Z が減っていくのでプラス Z 方向の時速が減少していくということですねはいでは時速の変化が分かりましたからレンズの法則ですね使って誘導電流の向きを調べていきましょう時速の変化があればプラス Z 方向が減っているのであればそれを妨げる向き Z 方向が減っているので増やす方向ですよね Z Z 方方向向向増やすすきですから同じ Z 方向に 磁場を作るような誘導電流が流れるということですね。なので妨げる向きはプラス z 方向。はい。じゃああとはレンズの法則完成させていきましょう。妨げる方向プラス z 方向に磁場を作るような誘導電流を流そうとするということですね。なので誘導電流の向きっていうのは反時計回りですね。反時計回りに誘導電流を流そうとするとプラス z 方向の磁場を作りますからね。なので右ねじのほうから反時計回りの誘導電流が流れるということがわかるということですね。 はい、ということで、かっこ1番答え b でやることが分かりました。はい、続いてかっこ2番いきましょう。かっこ2番はこの時の誘導起電力の大きさを求めていきましょう。ということですね。じゃあ誘導起電力いくらになってくるかってことなんですが、今回時速が与えられてますから、時速の変化ですね。時速の変化も分かっていきますから、ファラデーの法則を使って求めていきましょう。もう微分を使ってサクサク答え求めていきましょう。 はい、それでは確認していきましょう誘導起電力ってのはコイルの巻き数に比例してましたねなので N に比例するんですよねそして時速の変化に比例するのではなくて磁石を素早く入れた方が誘導起電力が大きかったということで時速の時間変化率に比例するということで Δt 分の Δφ に比例するのでこの形にかけるということでしたねはいそれでは計算していきましょう巻き数 n は1巻きですから1ですねそして Δt 分の Δφ っていうのは Δt を限りなく0に近づけてあげるとこれ微分になるんです でファイっていうのがここで求めた ClZ 乗 Z を与えられてるんでしたねこれ代入して計算していきましょう Cl 乗は定数ですから外に出すことができますから結局は Z を t で微分したものになるんですねじゃあ Z を t で微分したものってこれ何を表してるかというとこれ速度を表してるんですねただしこれ Z 方向についての速度を表しますから上向きの速度 V になってるんですね ただ、今回は与えられているのは、落下速度の大きさを V ということを言ってますから、これを上向きに直してあげるとマイナス V になりますから、Z を T で微分したものっていうのは、これマイナス V になってるんですね。はい、よろしいですかね。なので、計算した結果、誘導起電力が CL2 乗 V になっているということでした。 じゃあ、誘導電流の値はこの中に抵抗が一つだけあって抵抗の大きさが R になってますからもうオームの法則でいいですよね V イコール IR から I が R 分の誘導起電力 V の値で計算できますから電流の値がこの値、誘導起電力の値がこの値というふうに求まるということなんですねで、もちろんですね、これが胴体棒に生じる誘導起電力 BLV を使ってももちろん計算できますからちょっとそれについても考えてやっていきましょう はい、それでは胴体棒に生じる誘導記念力を求めていきたいんですがまず胴体棒ねコイルの辺で考えてあげると胴体棒4つあるんですよねでこの胴体棒が磁場を垂直に横切っていってることになるので Z 方向ではなくて X 方向での磁場をこういう垂直に横切ってることになるんですねなので横切ってるのはこの辺とこの辺になるんですねで Y 成分は磁場ありませんから横切ることができないので横切ってるのはこの2つの縦の2辺だけになってくるということなんですね じゃあ BLV 使っていきたいので、ここですね、ここでの磁場の値 X 成分がいくらになってるかというと、これ使って考えていきましょう。マイナス CX ですよね。なので、ここ X の値がプラスになってるんですね。 ちょうどど真ん中ですね。コイルの中心がこの原点0のところ、z 軸上になってますから、一辺 L の正方形になってますから、ここの x の値が2分の l になってるんですよね。なので、ここでの磁場の x 成分がマイナス c かける x の値、2分の l になってますから、マイナスになってますからね。なので、中心向きに c かける2分の l になっていると。はい。では、ここでの磁場の強さも同様に見ていきましょう。ここでの磁場の強さは x の値が マイナス2分の L になってますから代入していきましょうマイナス C かけるマイナス2分の L ですからプラスですよねなので X 方向を右向いてるわけですからプラスってことは右向きの磁場になってるんですねその値がさっきと一緒で C かける2分の L になってるということでしたはいではここで磁場の強さが分かりましたから BLV を使って誘導起電力の値を求めていきましょう B の値が C かける2分の L ですね導体棒の長さが L ですね で今速さ V で落下してますから V をかけてあげたらいいんですね。なので BLV の値っていうのは2分の CL×L×V になってるんですね。はいじゃあ誘導起電力の大きさが分かりましたからプラスマイナスしっかり確認していきましょう。今は落下していってますからこの胴体棒が向こう側に進んでいってるんですよね。なので中にある自由電子の進む方向っていうのは同じこっち向きになってますよね。無理やり電流の向きを定義してあげると電流はプラスの動きで考えますから反対向きなので。 こっち向向ききですね手前向きになるんですねなので中指電流が手前向き磁場の向きが右向きになってますか親指び上向いてますからローレンツ力上向きに受けるんですね。なので自由電子が上に溜まっていきますから上がマイナス下がプラスの誘導起電力ができていてその大きさがこの辺りになっているということなんですね。 はい。じゃあ、こっち側も行きましょう。こっち側も無理やり電流の向き定義させてあげると、さっきと同じ向きで手前向きになってるんですね。で、磁場の向きが反対になってますね。左向いてるんですよね。なので、親指が下を向いてますから、ローレンツ力下向きに向けますので、充電子が下に溜まってきますから、下がマイナス極になってるような誘導起電力が生じて、大きさがここと一緒になってるんですね。はい。よろしいですかね。なので、回路に生じる誘導起電力で考えてあげると、この半時計回りで考えてあげると、マイナスからプラス。 そしてまたマイナスからプラスで電池の向きとしては同じ向きですから、足してあげなきゃいけないんですよね。なので、2分の cl かける l かける v が2つ分ありますから。2倍されて2が消えますから。cl2 乗 v もちろん、さっきと同じ誘導起電力の値が出てくるんですよね。 なのでファラデーの法則を使ってももちろん出ていきますし、BLV を使って動体棒ですよ。BLV 使うときは動体棒に生じる誘導起電力でしたね。それを使って回路全体の誘導起電力ももちろん求めることができるということなんですね。<noise> はい、それでは二番やっていきましょう。もう正直二番はもう一番さえできてしまえばあとは正直消化次第かなっていう問題にはなってるんですが、まあ一つね短い見ていきたいなと思います。 まあこの電流がねこの大きさで反時計回りに流れてるってことが分かったので電磁力ですね BIL から電磁力を求めていきましょうともちろん BIL の B の値が磁場ですから磁場の X 成分からも Z 成分からも力を受けるでしょうということでそれぞれ分けて考えていきましょうということですねじゃあまずは X 成分ですねこの2辺だけにこの X 成分が生じているということになるんですがこの磁場の X 成分から電流が受ける力を見ていきましょうと。 はいじゃあ左側の辺を見てあげると電流が下向きですよねで磁場が右を向いてますから人差し指が右向き親指が手前を向いてますよねだから手前がちょうど Z 方向になってますからプラス Z 方向に力を受けてると大きさが BIL を使ってあげると磁場の強さが2分の CL 電流の強さが I 胴体棒の長さが L になってますから2分の CL かける I かける L になってるんですねはいでは同様にこっちも見ていきましょう電流の向きが半時計回りですから上向きですよね磁場が左を向いてますから親指がどっち向くかというと手前向いてますからさっきと同じ Z 方向に力を受けてるんですよねでこの時の強さ大きさがいくらになってるかというと BIL を使ってあげると B 磁束密度の強さが2分の CL 電流が I 胴体棒の長さが L ですから結局はさっきと一緒になってるんですねはいでは求めた I はいですね、ここで求まってますから代入してあげると R 分の C の2乗 L の4乗 V というふうに分かってくるとこの大きさの力が Z 方向に加わっていると要するに落下する時に上向きに力が働いているその力の大きさがこれだということが分かるんですね、はい、じゃあ次に Z 成分ですね Z 成分にも磁場がありますからそこから受ける力っていうのを見ていきましょうじゃあ Z 成分についてはどこでも一緒なんですよねどこでも CZ っていう強さになっているんです じゃあ例えばここの辺ですね。ここの辺でこの Z 成分から受ける力を見ていきたいんですが、電流の向きは右向き。Z 成分の磁場ですから手前向き、親指下向いてるんですね。で逆にこっち見ていきましょうか。電流の向きが左向き、中指が左向きですね。磁場が Z 方向ですから手前向き、親指上向きで、さっきと反対になっているんですね。 で反対になってて磁場の強さも一緒電流の値も一緒そして胴体棒の長さも一緒になってますから同じ強さになってるんですよね。ななででで向きが反対すすから打ち消し合っってゼロになってにるんです同じようにこの左と右も見ていきたいんですが電流向き左側で見てあげると下向き磁場の強さが Z 成分で考えていきますから手前向き左向きの力ですねこっちは電流の向き磁場の向き考えてあげると親指び右向いてますよね。 なので反対、磁場の強さが Z 成分で考えてあげると Z で決まってきますから同じ全部ね高さ Z になってますから変わらないですねだから磁場の強さが一緒、電流が一緒、胴体部の長さが一緒なので向きが反対だったら打ち消し合ってゼロになっているということなんですねなので Z 成分から受ける力ってのはゼロ、ないということになるんですね はいでは続いて3番も一緒にやっていきましょう今コイルがねここやって落下していってるんですけど働く力で考えてあげると Z 方向にこの大きさの力が働いてるとで Z 方向に働く力っていうのはあと重力が働いてるから落下していくんですねなので重力とこの Z 方向に働く力があるんだけども最終的には速さが増えていくとこの大きさが増えていくので最終的に力が打ち消し合ってゼロの状態になって一定の速さになるというよくある問題ですよね。 なのでその時の最終的な速さを求めていきたいということなんですが加速も減速もしない状態ですから合力がゼロの状態ですよね。なのでこの Z 方向の力とコイルに働く重力ですねこれらが打ち消し合ってゼロ要するに力の釣り合いの状態になっているということですね。はい、では計算した結果はこちらに書いておきますね。 はいいじゃあ最後過去2番やっていきましょう落下速度がこの VF ですね終端速度になった要するに速さが一定になった時に、まあ、その後ね速さが一定に落下し続けるわけですねで速さが一定になってから落下している時に位置エネルギーはどんどんどん減少していくわけですねじゃ位置エネルギーが普通減少したら運動エネルギーは増えていくはずなのに運動エネルギーは増えないとじゃあ位置エネルギーの減少分は何に変わったんだっていうことなんですがもう明らかですよね 今回抵抗があるんですよねここに抵抗があるからこの電流の値計算できたんですね抵抗に電流が流れてるんですよねジュール熱発生しますよねなので失われた位置エネルギーはジュール熱に変わっていくということですねはい。なので答えとしては抵抗で発生するジュール熱へと変わるこれで十分だと思います さあ磁場が一様ではない弁重度の問題を2台続けて扱っていきましたが慣れてきたでしょうかファラデーの法則、BLV、どっちでも使えるようにしておいてくださいねこの動画が良かったなって人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございました